はいどうも。今回もスタンで吸血鬼デッキを使います。怪しいキープですが、土地なんでもいいから引けたら動くので大丈夫でしょう。アルゲイルで引きにも行けますし。土地置いてエンドです。ファストセットから今日は沼サーチ、スール隊ですね。なんでもよかったけど、一番良い土地ですね。再起ある霊気隊出してエンドです。プッシュで霊気隊除去されました。順調に土地引いてちゃんと戦えそうです。不死の援護者、野辺2を展開。アタック、2点与えてエンドです。キバナガ10の子が出ました。まず聖域探求者展開。問題なければブロッカーに使います。殴らずにエンドです。ピーマの改革派、リシカー。キバナガとリシカーがパンプ。キバナガアタック。エネ使っても2体ブロックしたら1対1交換。何かありますね。というかマナ的にプラ2でしょうけど、使われたとしても野辺に生き残るのでダブルブロックします。エネでキバナガパンプ。顕在的防御でさらにパンプ。じゃあ探求者サクって野辺に破壊不能にします。テンポで見るとよろしくありませんか。一番マシな選択肢でしょう。相手のマナがないうちにキバナが除去します。戦乱の束縛。キバナが銃を追放します。これでエンドです。歩行バリスタ X イコール3。考えられる中ではまだだいぶマシな方ですかね。カウンター2つ使って野辺に焼かれました。アルゲイルの団結を設置。そして一回起動。エネルギー使ってバリスタに致命的な一押し。スタック本体1点飛んできて自滅。これでエンドです。リシカー3点パンチ、もらって残り13。巻き付き蛇が追加されます。さらに土地置いてエンドですね。
ここ先にドローしに行った方が良かったです。霊気隊と軍団の上陸を消すと、回復手段が多いのでアルゲイルと相性いいです。土地引けるかとワンドロー。領土引けたので置きます。先にドローしてれば砂漠ダメ食らわずに済んでますね。リシカーだけアタック。霊気隊で相打ち取ります。相打って2点回復。霊気との調和。相手フラット気味ですね。残りの1枚も土地か、あるいは封じてる木花がでしょうか。今度は先にドロー。さらに回復手段ゲット、良いですね。早速探求者を盤面に追加します。怪しいアタック、というかまあ健在でしょうね。さっさと健在切らせるために探求者でブロック。ここむしろスルーした方が良かったですね。やっぱ健在適防よ。探求者倒されました。2点でドローできるからとライフ守りに行きましたが、2点通っても返しで取り返せるんだからスルーすべきでした。アルゲイル使って再びドロー。白馬問いの空渡りを展開。それからアダントの先兵も追加。王神の玉座も出しときます。ただ、この玉座プレイはいらなかったかも、ドローしてた方が強そうです。そしてハンコンでアタック。1点ドレインしてエンドです。エンドに玉座で追加1点。相手殴らず、そのままエンド、土地か替えか、木花がまた引いちゃった感じでしょうか。除去なら戦闘前に撃つでしょう。先に戦闘フェーズ、攻撃入れました。3体パンチでアダント変身。相手の手札2枚とも木花がとかでしょうかね。先兵をブロックされました。そのまま相打ちで良いです。4点ライフは2ドローの価値がありますので払いません。ああ、健在また引いてたんですか。それでも先兵守ることはしません。そのままやられます。とりあえずメインで1回ドロー。引いた空渡りを追加。土地置いてエンドします。エンド時に玉座で2点。ヘビアタック来ました。キャンプ用にトークン生成。
蛇をトークンでブロック。1点回復。蛇追加されます。エンドジアルゲイルで追加ドロー。立ててるヘビをプッシュ。霊気剣の収集艇を展開。アダント使っても1マナ余るので1体はパンプ能力使います。空渡りでトークンをパンプ。3点与えて2点回復。さらに玉座で追加3点。ここまで来れば、あとはスカラベ出されても勝てそうです。ここで相手投了。さてサイドです。ミッドレンジ風にチェンジします。1マナ剣の生物を全外しして、重いカード群と除去を追加します。1マナいないし玉座もアウト。収集艇も乗る生物減ったのでアウト。これで2本目行きましょう。後手、よいしょ手ですね。キープ。贅沢言えば領土がファストランドなら完璧でした。ファストから今日は森サーチ。トップドローもいい感じです。沼置いてエンド。巻きつき蛇が出ます。じゃあプッシュで除去。領土置いて霊気対召喚してエンド。相手土地置きのみでエンドですね。ドローが冴えてます。あとは土地が欲しいところ。ひとまず霊気体でアタック。2点ドレイン。除去飛んでこないし相手相当手札重そうです。切り裂き顎の猛獣。バリスタとの相性考えての採用ですかね。豪華の王、ゴンティ召喚。キバナガ、猛獣、聖聖矢が選択肢。エネほとんど関係ないし猛獣もらいます。悩んだけど霊気体もったいないので攻撃やめときました。ならず者の生成や。猛獣パンチ。ゴンティなら惜しくないしブロックします。相打って相手ワンドロー。順調に土地引いて黒巨人まで繋がりますね。マガーンの王殺者ボーナを展開します。ハンコンついてますがタフ4なので赤いデッキにはあまり効きません。むしろ赤くないデッキ相手によく使いますね。ハンコンは自身の能力補完専用って感じ。タフ5ならメイン採用したんですけどね。ブリンガーとチャンドラが全部悪い。
西川出てきて2体パンプ。殴らずエンド。外悪の機械巨人を召喚します。通って能力誘発、対象は生成や。スタック健在。ではさらにスタック棒な能力。さらにスタック人工物への興味、黒巨人除去されました。順に解決して生成や破壊。霊気体でアタックします。バリスタ X イコール4。即起動して棒な焼いてきました。実質8マナ除去なのであまり強い使い方じゃないですね。スカラベや人質取り引かれてないから戦えてるって感じです。とりあえず攻撃して2点ドレイン。ようやくですがゴンキで取った猛竜を展開します。これでエンド。調和で土地サーチ。生成や召喚してワンドロー。サイクリングせず一旦保持します。白マナ残しで黒砂漠サクって生成やを除去。2体でパンチ。プッシュで猛竜除去されます。ブロック前にこちらもリシカーをプッシュ。霊気体通って2点ドレイン。巻きつきヘビ、それなら大丈夫。霊気体で攻撃。通って2点ドレイン。霊気体2号を追加してエンド。調和ドロー、相手フラットしてますね。土地相手9、こちら7だから大して変わらないか。土地枚数っていうより引いてる神話レア数の違いでしょうか。エンドにディッチャサイクル。白母の使徒マーブレンフェインを召喚します。殴れませんが野変にも出しましょう。霊気体2体でアタック。マーブレン能力で1体トークン生成。
最初使う前はマーブレン殴った数だけ出ると勘違いしてました。トークンでない吸血鬼で殴るっていう条件多いんだから、それぐらいやってくれてよかったのに。せいせいや出てきてワンドロー。潜在的防御考えて慎重にやるかとも思いましたが、やっぱりフルパン。それからプッシュでヘビ除去。このプッシュは戦闘前に打った方が絶対良いです。健在も垂れてたら霊気体だけで殴るようにも変えれるし。無事通ったのでフルパンで良かったみたい。霊気体をブロック。このままだと8点通るので除去持ってますね。ブラスカの侮辱で野変に除去。スタックで炸れるか見ましたが本人は炸れないみたい。どこかの時点でこういう類で本人炸れない形になってましたね。M15 くらいからでしたっけ。一応馬的には勝ててますが、人質取り1枚で逆転されたりします。最後のドローは土地だった模様。ここで相手投了、対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。フレンドリーリーグで回して2、3でした。リーグの詳細はスール対エネルギー1、2、スール対エネルギー2、0。エスパーギフト2、1、エスパーギフト1、2、赤黒ビートダウン0、2でした。この試合勝てたのは相手フラットしてた上に弱いところ引いたからですね。スカラベ、人質取り、ブラスカ本人、緑巨人あたりを引かれると、途端に厳しくなる組み合わせです。デッキで弱いと感じたのが白ボマといの空渡り。常にサイドアウトしてたような気がします。飛行ついてても11じゃ戦闘で役立てないしクロックとしてもいまいちです。代わりに土地足していくサランの束縛や排斥を増やした方が良さそう。プレインズウォーカーや破壊不能生物、スカラベに対してどうしようもない場面が多かったので、サイドの高根不要は微妙でした。というか白ダブルが出ない。ボーナはそこそこやります。赤相手が微妙なのでサイド入れてますが、能力自体は普通に強かった。それでは今回はこの辺で。また次回。ご視聴ありがとうございました。